皆様、オラオレンジクレープカロシャネのお時間です。今日はですね、ちょっと6月のおすすめ、まあちょっとね、昨日みんなと話してる時に、6月といえばビワだよね、さくらんぼだよねっていうのと、あとアジサイ、花で言うとアジサイだよねって話をしてた時に、アジサイをどうにか表現できないかななんていうのを、まあ言われまして、うん、提案がございまして。で、なんとかいろいろ、まあお話をね、してる間に考えたんですけど、まあちょっとこれを使って、で、これ、寒天、まあ、ゼリー作るやつですね。と、お砂糖、お水。で、これにね、この、これをこう、アジサイのように並べて、ゼリーを作って、固めて、アジサイを表現して、クレープに乗せると。6月限定クレープ。で、ビワ。これが佐藤錦のさくらんぼ、お高いでございますなんつって、うん、ちょっとね、まあうまくいくかどうかわかんないんですけど、作っていきたいと思います。これどうなんでしょうね。先にここに並べてゼリーをこうゆっくり入れていくか、その方がやりやすいっちゃやすい、こうやりやすいってやりやすいけど、どうなんだろうか。ちょっとなりせ初めてやることなんでね、もうお花をイメージしまして、アジサイの花をイメージしまして、ちょっとここにブルーでも入れようか、で緑を一つ、こんな感じ、こんな感じね。ちょっとバージョン違うのもね、逆バージョンも、アジサイの花って意外といろんな色があるですよね。ちょっと調べたんですけど、カロさんあんまお花とかね詳しくない。ああそうな、母親がお花をやってたね。そういえば、いけばなね、日本の心、お茶華道、茶道、ちょっと黄色にしてみようかな、ここは。清涼感たっぷりなのを作っとくかな。よし、これでね、並べるのは完成しました。これでちょっとこっちをゼリーを作っていきます。80度ぐらいだから、ちょっと湯気が立ってふつっとする前だね。はい、こんなところでゼリーの素入れて、かき混ぜて、もうちょっと固くなってきたら、ここで火を止めましょうね。で、よく混ぜ溶かして、
り入れようね、ゆっくり。これ元のやつが溶けるか溶けないかすごく心配だったんですよ。溶けなさそうだね。これで仕込みは OK ね。こんな感じで、さっきのよりちょっとあれマットな感じになったんですけど、これを冷やして蓋をして出来上がって固まったら2時間ぐらいで固まるのかな。で固まったら今度はビワとね、さくらんぼとゼリーを使った6月スペシャルクレープを作っていきたいと思います。はい、ゼリーがね固まったので早速6月のおすすめクレープね作っていきたいと思います。ビワ切ったんですけど、ビワってすぐ黒くなっちゃうんですね。バナナと一緒、バナナより早いわ。桃ぐらい、桃切った時の黄色く茶色くなる速さと同じぐらい早いですね。生クリーム、ちょっと生クリーム少なめの方がいいかな。ビワは味がねちょっと薄いんで、これを包み、よいしょ、はい、こんな感じです。そしたら上から生クリーム、
はい、ビワをねここに乗せて、ゼリーがねちょっと緩かったですけど、ちょっと色目がね、そうね、ゼリーを作るときに反対をねイメージして作らなきゃダメですね。これでさくらんぼを乗せて、6月のクレープ紫陽花風完成です。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、アディオース。